ども込みです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けさせていただきます。いやまあちょっと、ね、話始める前にね、これ昨日のレジェンドなんですけど、見てこれ気がついたら2回しか攻めてなかった本当にもうこんなんバカなんですよね。これ8回攻めんのってマジできつくないですか。こんなよく攻めてる方すげえなと思うんですけども、まあまあ、ぼちぼちね、ストレスがかかんないぐらいにレジェンドをしないと、今自分は頑張っていこうと思います。まあ、攻めるときはね、ガチでやるんですけども、まあ、8回毎日攻めるのはきついですね、ちょっとね。いろいろやってると。まあ、というところなんですけども、私のチャンネルですね、タウンホール11から13までの、ね、クラン対戦の動画中心に扱ってます。まあ、やっぱりクラン対戦で全開取れるかどうかって、すごく皆さんのゲームの大きなモチベーションだと思いますので、そのヒントになるような動画、お届けできたらなというところで、最後までご覧いただきました。これ、まあいいなと思ったら、グッドボタン押してもらったらすごく嬉しいです。また、で、チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、そちらも合わせてぜひよろしくお願いします。というところで、本日はですね、ライドラ見ていきたいと思います。ライドラですね。ライドラね、なんか知んないけど最近ですね、ジョーカーさんと、なんだ、ジョーカーさんとね、もう、リュウさんがすごく仲がいいですね。仲良く、なんかね、指定関係っぽい、指定関係友達かな、うん、友達だわ。友達の関係になってるんですけども。それでですね、今回は、お二人がライドラをガシガシやってたんで、その中からちょっとリプをね、見ていきたいと思うんですが、まずは、一本目、この天空の城をですね、3をですね、ライドラで落としていった。なんかすごいよね。天空の城といえばラピュタ、ラピュタといえば竜の渦、竜の渦といえば、雷の形をしたドラゴン。グワシャーっているじゃないですか。パズーとシータを襲った。なんかその連想をね、もう、とことんさせる、この、相手に対するこのライドラみたいな。考えすぎか。まあ、そんな感じですね。はい。なんかちょっとハマったところがあったんですね、自分的に。まあまあ、それはさておき、今回の村なんですけども、まあ結構中心部分ですね、ここに、重要な防衛が密集していますね。で、かつタウンホールがキングとクイーンでこう簡単に折れるというところを見極めて、中心部分に、ライドラを一気に、送り込んでいきます。ホーミング確認用のバルーン。で、さらにライドラを出して、今度ライドラが縦になっている間に一気に残りのバルーン全部出して、エイジガンガン当てながらもう序盤に逃亡を使っていきますね。こうすることによって、ライドラの数が残っているうちに、霊所逃亡を全部使い切るっていう形ですね。使い切っておいて、なんていうの、その、トームとレイジの効果を最大限に、ライドラにかけていく形を。こうするともう序盤ほぼほぼもうノーダメージで、この辺まで来れちゃいますね、この辺まで。こうすると、あと残ったところっていうのは、適宜、フリーズっていうか、対空砲とかシングルインフェとか、あと相手のアーチャークイーンとかに、フリーズをかけていって、それを潰していき、止めていきながら、あとは、じわりじわりとね、追い詰めるかのごとく、こう、ライドラを、わっさわっさ、ジョキャーンみたいな感じで、こう、やっていくわけですね。で、最近なんかですね、うどん屋さんにいろいろご指南いただいてるのかな、そのライドラが、得意な方が集まってるなんかそういうグループがあるみたいで、そこで、ジョーガさんとリュウさん結構ですね、ご指南いただいてるみたいです。で、そのうちの前一つのテクニックとして、やっぱアーチャークイーン、これはうどん屋さんも前自分の動画でおっしゃってました、ご自身の動画でおっしゃってましたけども、なるべくライドラはアーチャークイーン側から入れましょうと。で、レイジトームを使ってるうちに、やっぱり一番攻撃力が高いアーチャークイーンをレイジトーム中に倒しちゃうっていうのがすごく重要になってくるみたいね。まあ、そこを今回、ジョーガさんきっちりと抑えていらっしゃいました。で、あーと間違えた。ですね、もう2本見ていきたいと思う。もう、これですね、この、対戦から、よいしょ。ちょっと待ってね。見ていきます。同じ村をね、ジョカさんとリュウさんが2人でこう攻めたんですね。一回もジョカさんがちょっとギリミスっちゃって、それをリュウさんが上から被せていったっていう感じなんですけども。まあ、これも同じですね。ここに主要施設が固まっているんで、そこに向けてライドラを一気に放っていく感じの、まあ、攻めになるわけなんですけども。序盤ね、やっぱね、こういうところ、ジョカさんっぽいですね。削りをしっかりロイちゃんプラスインビジでやっていくっていうあたり。リュウさんは、序盤のこのロイちゃんをこう使うんですけども、そこは、ジョカさんの多分なぞりをしているはず。うん。で、しっかりと、削りを入れていってからのライドラをこんな感じで面出ししていくっていう。ロイちゃん、シングルだけですね、怖いのは。まあ、そこにしっかりとインビジを当てて、フォーミングシールドを使って、ね、周りのいらない防衛を潰してからの、シングルと一対一の状態を作る。フリーズ持ってってるんで、まあ、スケトラが出てきたらそのフリーズ止めると、多分いうことをしたんだと思います。で、あともう外周からになった部分をビビドでしっかりカットしていきながら、ライドラ本体が投入されるための道筋を作っているというところですね。これね、おそらくこの
クランジョーからラバとアイこれは釣らないつもりでいたんじゃないかなと思うんです。だったんですね。で、キングとクイーン、こちらの側の外周カットに流してるんで、そこに、ラバとアイコレが向かっていっちゃいましたね。で、ただまあ、ライドラとバルーンに関してはすごくスムーズですね。ライドラ出してからバルーンを一気に出して、トーム、レイジをガンガン当てていきます。ちょっとこの2個目のレイジが若干、際どいところに行っちゃったんですけども、もう序盤で呪文をガンガン使いますね。レイジフリーズをどん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 使っていって、この主要部分にもさらにレイジを重ねて、フリーズ重ねて、で、タウンホールのダメージを無効化しながらライドラで折っていくという格好ですね。はい。気が続いたらもうライドラがほぼほぼ防衛をみんな壊してくれてるという状況になってますので、まあ、これで、あとはもうお掃除的な感じですかね。若干外周がここにライドラが集まっちゃってますけども、こいつらが、じわりじわりと最後までこう、押し寄せていく。ね。結構ですね、ロイヤルチャンピオンを、最後まで取っとくライドラのパターンっていうのが、一時期よく見られる方法だったんですけど、多分今少しそれが進化してきて、ボマーを入れて、ライドラに入れていくことによって、ライドラそのものの突破力を上げていく。で、別にロイちゃん最後まで取っておかずとも、序盤の行為ですね、区画の破壊に使っていくっていうパターンに、もう、まあ、一個のパターンとして、そういうのが確立されてきてるのかなと思います。昔からあったのかな?でも結構、さっき言ったように、ロイちゃん最後まで残すパターンがなんか僕は主流だったような記憶をしてるんですけどね。で、あとは、この、体力が高いエリクサ、タンクですね。こいつを起点にしてライドラの支援がガンガン入ったおかげで、あとはもう、あまり火力のある施設は残ってないですから、そのまま支援で押し切っていく。ね。時間結構これ厳しくなかったのかな、大丈夫だったのかな、ちょっと最後まで見たら何秒ぐらい残ったかちょっと見てみましょうかね。このまま掃除タイプですね。このポンプ壊すのやっぱ10秒かかりますからね。まあライドラの足の遅さはだいぶまあその折り紙付きじゃないけどなんていうの遅いよ待ってね。やっぱ結構ギリだったな。まだかこの辺ここ、あーでもまあ20秒ぐらい残ってたのか、結構だから残りましたね。そういう意味ではライドラがあんだけ回っても残るっていうのはすごいな。そんだけ の時間的余裕を持たせることもできる攻めなんですね、やっぱライドララッシュって。ドバ出しのネクローマンサー系の戦術、いわゆるサビシューと言われてる、サービス終了編成と言われてるあれですけども、あれも結構時間が余るんですけど、やっぱ序盤に全部のユニットを排除するような攻め方っていうのは時間を割と気にする心配が少ない攻め方なのかもね。というところで、ジョーカーさんがね、この同じ村を攻めていて、失敗したのがね、どういう失敗だったのかちょっと見ていこうかなと思います。うん。なんでだろう。この、だからやっぱね、こういうところのカットはやっぱね、ジョーカーさんなんですよね。スーサイドのこの人めちゃくちゃうまいので、ユニットの誘導、ヒーローの誘導がね、自分でも得意って言ってましたけど、本当にすごいですね。で、ここでクローク、でもね、シールドを吐いて、で、シングルを折っていく感じですね。で、ここでやっぱり、援軍釣れなかったのか、ギリギリ釣れなかったんですね。これは逆に釣らない方が良かったんで、多分ファインプレイだったんじゃないかな。で、ライドラを1体、ああ、なるほど。こっち側に使ったんで、ここだからリュウさんはベビドラでこれを変えていったんですね。なるほど、なるほど。で、ライドラを両サイドに出して、カットを入れていってからの、おそらくライドラ本体投入っていう形になっていく。で、この辺はライドラダメージ受けてないんで、もう完全に、ゆっくりゆっくり攻めていきますね。まあ、いわゆる、ドラウォークって言われるんですけども、ドラバル使う場合に、今のこの3時側のライドラみたいに、サイドカットを、まあ、ドラゴンでクリアっていって、で、合流するタイミングで一気にスピーディーに押し切って、ね。で、今回はジョーカーさん、これ、ライドラの後ろから突撃艦を出すことによって、ライドラがもうホーミングとかを全部回収してくれてるので、確実に突撃艦は、ホームがなくてもタウンホールに届くと。で、このフリーズのタイミングもめっちゃうまいですね、これ。ドラゴンとライドラが、タウンホールを降り切ることができて、で、上方面に結構ユニットが残ってるんですけど、なんでこのクロスボウかな、多分このクロスボウが最後までちょっと嫌な仕事をしてしまったかもしれないですね。にバルーン、追いバルーンを出していきますが、ちょっと、そいつらが届く前にライドラが落とされたのか。いやー、なんでだろう。わかんないですね。この二つの違いが、だいぶ、今回のジョーカーさんの攻めもだいぶうまかったと思うんですけどね。やっぱりその、チェーンの入り方、リュウさんの攻め方の場合って、ここに結構ライドラがいっぱいいて、で、そのライドラのチェーンが対空砲にこう入ってたんですよね。あとこのおでん像に入っていった。
でそれによってタウンホールを壊しながらその辺のおでん層なりそのなんだ対空砲なりにも多分ダメージが入っていったんで、多分そこら辺が若干違う。対空砲にも入んないか、入る距離ないですもんね。こう2マス空いてるから、ライドラのチェーンって1マスまでしか繋がらないので入らないはずですね。うん、まあでもおでん層までは入ったのか。おでん層結構火力高いですからね、バカにならないので。単体でこれと相対するとまあ結構ライドラやられやすいはやられやすいんですけど、まあそういうところかな。中央部分でやっぱりここですよね。ここにライドラが入っていって、そこでレイジライドラのチェーンでこう周りをガーンって壊すような格好が作れないとちょっと厳しいのかもしれないですね。上方面こっちにやっぱライドランがこうたくさん集まっていってしまったので、まあ、それによって、このタウンホールを起点としたチェーンっていうのが、まあ、効かなかったっていうのが、まあ、考えられる、前回いかなかった要因かなっていう気がしますね。ちょっと、まあ、2人の会話、ジョカさんと、リュウさんの会話聞いてると、そのバルーンとライドラを出すタイミングがね、結構そのバルーンが若干遅れたのかな、ジョカさんの場合。なんかそんなようなことを言ってましたけども、いや、そんなに致命的な遅れには全く見えなかったですけどね。やっぱり、まあ、中央部分にライドラを入れて、レイジチェーンで中央から一気に、周辺にかけてを殲滅するっていう形が作れるかどうかなのかなというふうに思いましたが、もしジョーカーさん見たらコメントをね、リュウさんもぜひよね。というところでちょっとですね、もう一本見てもらいたいと思います。今回は最後の一本、TH コンプリーターさん行ってみたいと思います。はい、ではですね、ラスト、マナさんのライドラ綺麗に見て、おしまいという形にしましょう。今回もレイジ4発、フリーズ4発ですね。まあ、このぐらいの呪文構成が結構、ライドラ使う場合には、よく見られるのかなと思います。今回も両サイドにライドラを出して、ダメージがあんまり受けてないところで、こう、カットを入れていきながら、主力のライドラ部隊を出していき、この、主力のライドラを出すこの範囲っていうのは、グランドウォーデンのこのトームのサークル内に全部のライドラがやっぱ収まるような距離感で出すのすごい重要ですね。そうすることによってバルーンとライドラがレイジに乗っかって一気にこの序盤のこの部分殲滅してくれます。この時点でもうほぼほぼライドラノーダメージですよね。で、このライドラが通っていたルートの後ろから突撃感を当てるんで、タウンホールまではきっちりそれが届いていくという形で、タウンホールをこれ突撃感で折っていくことができれば、ライドラたちはみんなもうこっち側にこう集まるしかないんですよね。上側に集まるしかないので、そこに、さらにレイジをこれ焚いて、レイジのチェーンで中心部からここですね、ガーンツンガスンこう点を入れて一気に潰していきます。最終盤のここにライドラがこう数集まってレイジがあるのは強いですね。このチェーンで一気にこの辺の、はい、ウィズトだったりテスラをなぎ倒していきましたね、ライドラが。あとはそのままシングルフェードがちょっと厄介ではあるんですが、ロイヤルチャンピオンがさっき言ったようにこれ最終盤から出てくるパターンですね。最終盤から出てきてシングルインフェルノ突破、だから逆サイドからはアーチャークイーンが来て、合流という形ですね。で、このもう出てきたスケルトントラップに贅沢にポイズンライドラ1体しか残ってない状態ですけども、ヒーローがしっかり仕事を最後してくれる形ができているので、まあその裏ロイっていう形、しっかりそのロイが活躍してくれれば最後まで伸びきるだろうと、まあ、いうところが見えていたんじゃないのかなというふうに思う攻めでしたね。いや、素晴らしく気持ちよく終わりました。まあこの攻めでだから本当1分40秒ぐらいのすごいピッチな展開でしたけども、まあ、それができたのがやっぱライドラのいいとこですね。動画の時間もすごく短くて済んでるので、皆さん見やすい動画になったんではないでしょうか。というところで本日終わりにしたいと思いますが、もしこれ、参考になったなというところでありましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しく思います。とってもね、これ励みになりますんでお願いします。また、私のチャンネルですね、タウンホール13だけではなく、12、11と幅広く扱っていきますので、これからも、ご視聴ぜひよろしくお願いいたします。というところで本日の動画、終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。